明けましておめでとうございます。松本市議会議長の柴山実でございます。皆様には日頃から松本市議会に対しまして多大なるご支援、ご協力、そして関心を寄せていただいておりますことに感謝を申し上げます。昨年度は4月に本市は中核市となり保健所行政が加わりました。この間、医療従事者をはじめコロナウイルス感染症の対応に力を尽くしていただいた皆様、感謝を申し上げます。今後も市民の命と暮らしを守るために新型コロナ対策に取り組む一方で、社会経済の維持回復に向け市議会としての役割を果たしてまいります。令和4年度は議員任期最終の年となります。議員29人で市民の福祉向上のため全力で取り組んでまいります。これからも市民に開かれた議会、市民と共にある議会として皆様のご意見に耳を傾け、市政に的確に反映するよう力を尽くしてまいります。今後とも松本市議会は日々の研鑽と不断の議会改革に努めてまいります。令和4年度が皆様にとりまして幸せと希望に満ちあふれた新しい年となりますことをご祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。